豊かな御臨在の中に、この祝福の御座において共に賛美を捧げ、感謝を持って捧げ物ができたことをありがとうございます。これを聖別し、ご自身のご栄光のために用いてくださることをありがとうございます。今晩もこの場所に集うことができない方々も、あなた様ご自身がすべての方々においてその最大の愛を、永遠に変わらない愛を注ぎ、限りない恵みを注いでくださっていることをありがとうございます。お一人お一人をイエス様の証人として全世界へと使わせてくださることを信じます。感謝してイエス様のお名前によってお捧げいたします。アメン。それでは東京アンテオ系教会のエゼキエル北島牧師によるカリスマセミナーをの時を持ってまいります。皆さんこんばんは。またインターネットでご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、それではですね、カリスマセミナーの時をお持ちしていきたいというふうに思います。最初に聖書を開きいたします。コリント人への手紙第1の14章の1節、コリント人への手紙の手紙の第1章の第1の14章の1節お読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りします。愛する恵み深い天の父様、これからここに集められた人お一人お一人と、またインターネットでご覧のお一人お一人と、カリスマについて学んでまいります。主が豊かに導き、ご役を終わらせてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。カリスマということについて学んでまいりますけれども、今日ちょうど予言の第1章から始まりから始まっていくわけなんですけど、まずカリスマというのは、賜物という意味なんですね。ギリシャ語のカリスからのですね、この、恵みという、ですね、言葉からの派生語になっていますけれども、賜ったもの、神様が教会にくださったもの、賜ったものという賜物というですね、これがカリスマであります。で、皆さん聖書で今14章を開きしていらっしゃると思いますけれども、いつも私やる癖があるんですけど、この第14章というのを親指か人差し指かでちょっと隠していただいて、というのはパウロはこれコリント教会に手紙を書いたんですよね。14章1節って書いたんじゃなくて手紙を書いたんですね。これ連続しているわけなんですね。13章13節からお読みいたします。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。愛を追い求めなさい。続いてますよね。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。これ神様からの命令であります。今日の予言の第一章の、タイトルは、予言は熱心に求めるべきものというふうに書いてありますね。私たちが予言に対してどのように取り組むのか、向かい合うのか、また予言についてどのように、向かい合うのか、これに関しては、いろいろ一人一人、個人的にというか、いろんな考えがおありと思いますけれども、聖書が何と言っているのかというのがですね、私たちにとって一番大切な言葉です。聖書は、予言は熱心に求めるべきものであるということを今お呼びした箇所からも分かるわけなんですね。それでですね、この一章はこの内容がいつも濃くてですね、時間がちょっと飛ばしながら読んでいきますけれども、お読みいたします。読んだ方が早い部分がありますので、5ページ目、予言という言葉を聞くと多くのクリスチャンは眉間にシワを寄せ難しい顔をします。狂信的なものを感じるからでしょうか。キリスト教の本道である宣教聖歌から大きくずれているように思われるからかもしれません。また予言が原因で起こった過去の教会の問題を思い浮かべてのことかもしれません。
危険なもの、極端なもの、偽りのもの、触りたくない、関わりたくないものと思う人が多いのも無理のないことかもしれません。しかし予言とは本来そのようなものでしょうか。獰猛な犬のように人々から危険視され、のけものにされるべき存在でしょうか。もちろんそうではありません。聖書は予言の働きの重要性を語っているのです。私はこのシリーズにおいて、聖書からまた体験を踏まえつつ、予言の本質、素晴らしさ、運用の仕方、誤用、間違った使い方の危険性、吟味の重要性などについて述べていきたいと思います。私たちは熱心に予言を求めるべきものです。しかし、この中には予言に関して、不信感といいますか、大丈夫なんだろうか、不安を持っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、聖書は求めるべきものであるというふうに書いてあるわけなんですね。賜物として教会に与えた賜物として9つ賜物がありますけれども、その一つの予言というのは一つの賜物として重要な位置を占めているわけです。予言はギリシャ語ではプロフェーティア、神の言葉を預かって話す、代弁するという意味があります。予告も含みますが、予告だけではありません。神の教え、指示、愛、裁き、約束など神の言葉の全体を預かるという意味があるのです。予言は新約聖書では説教という意味で使われている箇所、ローマ人への手紙12章6節ですね、と聖霊の賜物としての予言として使われている箇所、これから学びますコリント人への手紙第1、14章などがあります。今私が取り扱おうとしているのは後者、すなわち聖霊の賜物としての予言です。賜物についてはですね、このコリント書第1の12章、13章、14章に集中して書かれています。3章で一つのテーマについて書かれているというのは3章だけじゃないかと思われるからかもしれませんけれども、なかなかないんですよね。ローマ人の手紙の9、10、11のイスラエルの救い、また愛について書かれている第一ヨハネの3、4、5、3章にわたって書かれてあります。もちろんエピソードのストーリーはアブラハムの物語とかヤコブの物語は長く続いてますけど、一つのテーマについて3章も割いて、この神様は私たちに正しい教えを教えてくださっているわけなんですね。賜物としての予言を定義してみますと、聖霊が、クリスチャンに言葉を与え、その人を通して直接語る言葉です。もちろんそれは神から来た言葉ですから、神の言葉である新旧約聖書という完成された啓示の範囲内でです。決してそれを超えるものではありません。新しい啓示はありません、あり得ません。よく勘違いされて予言を批判される方は、この旧約聖書の予言と混同されていらっしゃるわけなんですけれども、新約時代の予言というのは聖書に書かれている通り、教会に与えられた賜物であり、その権威と秩序であるこの牧師、立てられた霊的な管理者に従っていく、用いていくということ、権威と秩序、教会の権威と秩序、そして吟味していくということ、その2つがこの聖書に書かれてあるわけです。その聖書に書かれている通りに予言を正しく用いていくならば、神はご欲を荒らしていかれるということですね。次の予言との出会い、これは秋元牧師が最初に予言をと出会った時のことがこの書かれてあります。最初福音でしたでいらっしゃいましたけれども、いらっしゃ福音派でしたけれども、聖霊の御業にこの、霊に触れて感動したということが書かれてあります。後でぜひ購買部で買ってですね、読んでおいていただきたいというふうに思います。9節、誤った予言、これもみんなが皆さん心配になるところですというふうに思います。一方は8ページ最初に秋元口が出会った時に、から、確かに神の語られることはそのようになります。私は予言の素晴らしさを体験しました。しかし同時に問題にも出会ったのですと書かれていますね。で10ページ、これは誤りの予言でした。誤りの予言というのもあるのです。だから吟味が必要なわけなんですね。私は神に従ってその教会を出ましたが、
私が従った道で大きな祝福を受けたのです。この教会の人々は素晴らしい人たちでしたが、その時の預言に関しては彼らが自分の思いを語っていたのです。秋元氏が通過されたある預言で教会で、自分の思いを語る預言が語れていたということですね。そういう場合もあるということなんです。預言という分野において私は神の圧倒的な力と人間の誤り、サタンの惑わす力を見せられました。これらの体験が私が本格的に預言に関わる原点となりました。そのようないろんな角度から預言を見てこられたので、この預言という本をまとめることが神様が導かれていったわけなんですね。次に聖書的に用いる預言、聖書的に用いる預言、結局、聖書と関係なく預言を使ってしまったらもちろん危険です。とともに聖書は預言を用いるようにと書いてあるにもかかわらず体験主義でですね、いや預言は使っちゃいけないんだっていうのは逆におかしいですよね。とにかく聖書が何と言っているのか、これが重要です。しかし体験主義に陥り誤って使ってしまった結果だけを見て判断はできません。もし聖書的に用いるならば、預言は効果的に完全にその使命を全うするのです。預言に対する批判も肯定する者たちの失敗も聖書が語る方法で用いないという一つの点から出ているように思えます。両極端ということですね。危険だから用いないというのも、予言をやりたいから用いるというのも聖書から ずれているので両方に、両者問題が出てくるわけなんですね。私たちは信仰のコンセントを入れ正しい方法で用いなければなりません。その正しい方法というのが、この聖書に書かれている事柄であります。そして聖書を、ごめんなさい、聖書を土台とし聖書通り正しく用いるならば、素晴らしい技が起きてくるわけですね。神の働きのために預言は大きな役割を果たします。私たちが預言を用いないことは敵と戦うのに刀だけで戦い鉄砲を使わないようなものです。私たちはこの武器を取るべきですというのは神様が与えてくださっているからですね。日本の霊の壁を破るために、来たるべき終末の大収穫のために、これは嗅ぐことのできない力だからです。私たちが体験ではなく聖書をしっかりと学び、その聖書によって預言を用いるならば、これは非常に大きな力になるのです。そのために神様が与えてくださっているわけなんですね、教会に。次、聖書にある預言では、何がどう書いてあるのかということですけれども、使徒の働きの2章、これをお開き知らなくて結構ですけれども、ペテロがヨエルの預言を引用していますよね。でその中で、特に、この預言について書かれてあります。神は言われる、終わりの日に私は霊を、私の霊を全ての人に遭遇するとあなた方の、息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言すると書いてありますね。これはペンテコステで成就した預言です。ペテロをはじめとした弟子たちに聖霊が与えられ、彼らは満たされ異言を語り始めました。この時から終末が始まり聖霊時代が始まったのです。しかしこの預言を注意深く見てみますと、これは成就した預言ですが成就していない預言であるということがわかります。というのは続きがありまして、また 私は上は天に不思議な技を示し、地は、下は地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。つまり、これはこの黙示録に書かれてあるこの終わりの時を指し示していますけれども、つまり逆に言えば終わりの時までそれは続いていくということがわかるわけなんですね。なぜならペンテコステにおいて地と火と、立ち上る煙はまだありませんでしたし、太陽は闇となっておらず月も地に変わっていないからです。これはまだ成就していないのです。その後に主の大いなる輝かしい日とあるように、これは再臨のことです。ですからこの預言は
ペンテコステの予言であるとともに再臨の予言であるということがわかるわけなんですね。再臨直前に起こる予言が大きく開かれていく事柄が予告されているということなんですね。興味深いことにヨエルは終わりの時のこととして聖霊の注ぎかけと予言のことを述べているのです。私は再臨の前、聖霊が注がれ予言が用いられるということを聖書を通じて信じているのです。イスラエルに初めの雨と後の雨があるように、ペンテコステの時の初めの雨と再臨直前の後の雨を私は信じます。初めの雨において神は聖霊を注ぎ、私たちに聖霊を与えてくださいました。後の雨において神は聖霊を注ぎ、最後の大きな刈り取り、リバイバルを起こしてくださるのです、ということですね。ハレルヤ、アーメン。次に、御霊の賜物としての予言。さて、どうぞ皆さん考えてみてください。なぜこのヨエルの予言では予言といって癒しや奇跡や異言ではないのでしょうか。なぜ信仰や霊の見分けや知恵知識の言葉や異言の解き明かしではないのでしょうか。それは終末において予言が特別な位置にあるからです。先ほど開きした第一コリント14章にも、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい、特に求めなさい、しかも熱心に求めなさいとあります。注意してみてください。愛だけを求めようとは書いていません。愛を求め聖霊の賜物を求めようと書いてあるのです。ということですね。人間的なこの意見というのはいろいろあるでしょう。しかし聖書はそうは言っていない。予言、逆にテサロニケの教会にも、予言をないがしろにしてはいけませんと進めているところですね。5章20節、意見が最初にあり、それに聖書を当てはめようとすると矛盾が生じます。なぜならそれは聖書の意見ではなく、その人の意見だからです。明らかに聖書は愛と賜物の両方を求めようと語っているのです。そしてその中でも特に予言の賜物を求めようと進めています。癒しでも奇跡でも異言でもなく、特に予言することを熱心に求めようと語っているのです。最後の言葉にこうあります。確かに予言は賜物の中で特殊な位置を持っています。明らかに他の賜物に優先されて書かれているのです。なぜそうなのでしょうか。それは神の働きと神の御心の大きな鍵がこの予言という賜物の中にあるからです。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、さらに私たちがカリスマについて、予言について、聖書を通して正しく学んでいくことができるように助けてください。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは東京安東教会のパウロ秋元牧師賛美チームによる改修賛美の後に、メッセージをパウロ秋元牧師に取り継いでいただきます。あ、はい。これから、賛美をしたいと思うんですが、賛美っていうのは、神様に対する礼拝で、神様を褒めたたえるものなので、どうぞ、歌うんではなくてね、神様に向かって、そして褒めたたたたいていただきたいと。こういうふうに思います。どうぞ、お立ちください。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、今は渋せいを行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見ようと
を尋ね求める悟りのあるもの。
勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る、主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けよ、いたのも必ず主の言葉の成就を見るから、神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る、主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の you
あなたの口を開き、あなたの口を信仰の道具として用いていきなさい。私をたたえ、賛美し、またすべてを感謝し、私に栄光を期していきなさい。私はあなた方を強め、私の霊の畑を豊かに表していこうとしわをされます。この教会を土台として、この主の福音を述べ伝える信仰の歩みを豊かに祝福し、その働きは大きくこの五大陸すべてに拡大していくと主が言われます。さらに近くの者たちに福音を伝え、また備えをなしていきなさい。私は日本全地に、さらに全世界にあなたを使わしていこうとしわされます。特にこの一人一人に与えられているこのお証が用いられると主が言われます。どのようなこの小さな証とご本人が思ったとしても、主が導かれたときにその証の機会をにおいて引くことなく語っていきなさいと主が言われます。その証を通し、この主はこのその相手の方に触れられると主が言われます。あなたは述べ、また録音し、さらに書いていきなさい。私はそれらの言葉を大きく用いていこうとしわされます。またさらにこの21世紀の福音宣教の働きにおいては、映像動画というのを豊かに用いるとしか言われます。この映像動画の働きにおいては、ショートムービー、さらに映画制作へと発展していくので、その歩みにおいては祈りを土台にして引くことなく進めていきなさいとしか言われます。マラナタ。セミナーを感謝であります。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。詩編の22編を開いていただきたいと、こういうふうに思います。詩編の22編ですね。私の聖書では929ページになります。924ページになります。新改訳の3版ですが、924ページですね。はい、それではお読みいたします。22編の3節。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。今日はこの箇所からお話をしたいと思いますが、皆さんこんばんは。またインターネットの方々こんばんは。おはようございます、こんにちは。それで白馬のキャンプが7月の28日から31日まで行われるんですが、その宣伝映像が出ていますのでですね、ちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。
毎年、コチン電機ですね。はい。毎年、白馬の方のキャンプが行われてるんですが、私は神様のことを体験し始めて、最初に思ってなかったことが、次々と起こるってことを見てね、驚いてるんですね。それは何かっていうと、最善を与えてくださるということですよね。で、まあ、十字架で罪が許されて、永遠の命が与えられるんだから、その他のことはいいか、というね、そういうような感じで行きましたけども、主は最善を与えてくださいますよね。で、私はですね、白馬のところ、あそこはね、憧れの場所だったのですよね。谷間の光っていう歌があってね、黄昏の灯火は、ほのかに灯りて、一人聞く、全部やりませんか？大丈夫ですよ。で、2番はね、暮れゆくは白馬か、穂高は赤ねよってね、あの場所の歌なんですね。そしてね、私ね、歌いながら、そしてね、いつかあそこ行ってみたいなってもう憧れてたんですよね。そしたら、神様開いてくださったでしょ。それでホテルあんなに綺麗。ご馳走もあるしね、お風呂も。私はいろんなキャンプに、キリスト教会で行きましたけど、最高ですよね。やっぱりね、主を崇めるんですよね。最高を与えてくださったと。そしてね、特別な意味合いが、白馬に導かれるのは、にあると、私はね、感じております。それは、ちょっと黙示録に出てきましたけど、黙示録は、白馬から始まって白馬で終わるんですね。これ、リバイバルのキリストがまず最初に出てきます。第一の福音で。で、最後の時に、再臨のキリストが白馬に乗って出てくるんですね。そしてね、あの場所が白馬と名付けられているところ、そしてそこに我々が行くのは偶然であるというふうに思っておりません。それとともにね、特別な事柄を白馬で主は成してくださっています。癒しとかね、死ぬはずの人が癒されちゃったり、あるいはですね、ここから賛美隊が立つって言われて、そこから賛美隊が一件始まったりね、それから、人によっては、人生が変えられたり、大きな祝福を受けた方も多いと思うんですね。私はそうなんですね。人生を変えられた。キャンプに行ってね。で、皆さん、キャンプに行って人生が変えられたっていう体験を持ってる人、どのぐらいいます？いるでしょ？あれ、嘘ついてませんよ、皆さん。嘘つきみたいな顔してますけど。じゃあ、それとともにね、キャンプでいろんなことが示されたり、恵みを受けるでしょう。そういうことを受けた方いらっしゃいます？ですね。そしてですね、恵みの中で何が一番重要なのかっていうと、皆さん、霊的な恵みです。これはね、天にまで続きますからね、大きな祝福を与えますよね。で、どうぞ、皆さんね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、予言にもありましたけど、映像を使いなさいっていうことを主は言われているので、それで、多くのクリスチャンの方々はね、基本的なことを学ぶことができるように、1分の動画を作ったんですね。あるいはノンクリスチャンの方々もそれを通して、神のことに知っていただきたいということでね。で、1分というのはどうして1分なのかというと、1分じゃないと見ないと、ね。そういうことなので、短い動画なんですが、今週分、先週4つ起こしたんですね。ですから、その4つをまず、ちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。
一応こちらでは、100ぐらい、作る予定です。それからもうちょっと長めのやつも、作り始めてるんですね。それで、今、いろんな、他教会の方々が、リンクしてくださって、いろんな方々が見れるようにしてくださっています。で、どうぞ皆さんも見ていただきたいということとともに、もし皆さんがね、そういう手段を知ってたり、いろいろリンクできて、多くの方々が見える機会を与えられるというね、そういう方法を知っていたならば、協力していただければ幸いだと、こういうふうに思います。また、そういう、映像の働きというのは、これからキリスト教会に重要なポイントとなってくるので、これをね、強めることは非常に大きな意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それでは、メッセージの方に入っていきたいと、こういうふうに思います。で、聖書をもう一度お読みいたします。22章の3節。けれども、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。神様は聖なる方ですね。何一つ罪のない、そしてね、優れた方でありますよね。で、神様は聖であるって、こう書いてあるんですね。そして、次に、聖である方が、どこに、住まいとしておられるのかっていうと、これはですね、イスラエルの賛美って言っております。で、我々が霊的イスラエルですから、神様を称えたり、あるいは感謝したり、あるいは栄光を期したり、そうする、その我々のうちに住まわれるということね。ここで言ってるわけですね。それで、私たちはですね、リバイバルのことが、30年前から示されています。1984年に私たちの教会は、リバイバルが示されたスタートしてるわけです。まあそこから示されてるわけですね。そして一番最初に、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないという、この言葉を神様からリバイバルに関していただいてるんですね。まあそれから30年は経ってると。その言葉を、受けたときにですね、もし遅くなってもって言葉があるから、これは遅くなるかなと、ね、こう思ったんですね。で、30年。ね。そしてですね、その途中で、主はね、信仰のことを教えてくださって、こういうふうに言ってくださったんですね。それは何かというと、御心のことは受けたと信じなさい。そうすればそうなります。って言ってくださったんですね。教えてくださったわけですね。それで我々はそれを実行することにいたしまして、そしてリバイバルがね、起こるっていう約束ですが、受けたと信じなさい。だから、起こった、ね。それで皆さん何度もね、この場でリバイバルが起こったことを喜びます。ね、リバイバルが起こったことを感謝しますっていう信仰告白と主を称えることをしたわけですよね。そしてですね、その過程の中で、ちょっと一つの変化がこうあったんですね。それは何の変化が あったのかと言いますと、先々週にセントルイスっていうところに行ったんですね。最初はニューヨークに行ったんですが、集会のためです。そしてですね、そこで、集会を行いました。そこで、終わった後、祝祷したわけですね。で、祝祷した後に、一人の60ぐらいの白人の女性がね、こう言われたんですね。リバイバルが始まりました。不思議な言い方だったんですね。静かな。ですね。そしてね、私はその時に、こう感じたんです。この方は集会で感動してね、そして、この地にリバイバルが始まりましたっていうふうに言ったんだなと。思ったんですね。しかしなんか心に残るんですよね。そしてですね、日本に帰っていったんですが、ちょっとその中で、いや、待てよっていうふうに思い始めたんですね。それは彼女が、ご自分で感動していったのかもしれないし、予言したのかもしれないし、信仰告白をしたのかもしれないけど、神様はね、それを通して語ってるんじゃないかって、ちょっと感じたんですよね。そして特にそれを感じた一つの大きな理由はですね、セントルイスに行く前に、ほぼ徹夜になっちゃったんですね。霊的なアタックが強くてね。まあ大体そういう時は祈るんですけど、で、
そういう時はですね、その日に大きな神様の、働きがある時なんですよね。それがちょっと気になってたんですね。そうしましたら、日本でも5月20日雷が鳴って、なんかね、ぐっすり眠る人は眠ったようですけどね、多くの方々が眠れなかったり徹夜で祈ってたっていう人も いらっしゃったんですね。で、私が知ってる限りそんな話ちょっと聞いたことないんですね。ところがブログでね、あっちでもこっちも出てるんですよね。同じ日でしょ。で、その時にね、ちょっと私感じたんですね。あれって、これはね、神様が何か私たちに語っている言葉ではないかって。リバイバルが始まりました。それでですね、それからね、ちょっと祈り始めたんです。これは主が私たちに語っている言葉でしょうか。で、もちろん我々もリバイバルが始まったって信仰的に受け取ってますのでね、それは同じことなんですが、しかし、それは信仰的に受け取ることと、向こうから神様の方から言葉が来ることはちょっと意味が違うんですよね。そしてですね、ちょっと感じたことがいくつかあったんですね。それは何かっていうと、マーリン・キャドワル氏がですね、1年ちょっと前に昇天されました。で、マーリンさんを通してね、神様は私たちに、たくさんのことを教えてくださったんですが、私はですね、昇天した時にこう感じたんですね。マーリンさんの教えを我々が継承したなって感じたんですね。それとともにですね、新井先生が、今年の2月に昇天されたのですよね。で、その時にね、私は感じたんですね。我々はママシーのすねの追いの流れですから、ああ、これで新井先生から学ぶべきことを学んで、私たちは継承したんだなってことを感じました。ということはね、大きな区切り目に来てるぞということを感じたんです。それとともにですね、主が言われたんですね。残っている場所の霊の高いをしなさいと。そしてね、かなり、明確に言われたのは、急ぎなさいってことだったんですね。だからかなり無理しました。オホーツクに1月に行ったっていうことね。ところが、ね、主の奇跡の技ですよね。異常気象でオホーツクが雨だった。そうなんですね。それとともにもう一つあったんですね。それはね、私のね、病気騒動なんですけど、ちょっとやばかったんですね。死ぬかなというふうに思ったんですね。ただし、その時にちょっと感じることがあるんですね。それは何かっていうと、あれって何かね、神様がこれからやろうとしていることがあるんじゃないかと。というのは、私は病気で神様からいろんな訓練を受けてね、それからスタートしてますから、その病気がスタートの前の整えとなってるんですね。だから今回においてもね、何か私は起こさせようとしてる、その備えをしてるんではないかと。だからすぐ私はね、その病気において、ね、それが良くなるってことにも目を留めてますが、そこで主が整えようとしてること、備えようとしてることにちょっと目を留めたんですよね。そしてね、その4月になったでしょ。だって皆さんは、ね、何とも思わないかもしれませんけども、4月に北野牧師と自動車に乗ってる時に二重の虹が出たんですよね。そしてね、ブログにはっきり出ていますが、我々が高速を行く時にちょうどこういう二重の虹がね、出たんですね。で、これほどはっきりとした虹が出たことはありませんし、主は印として表すっていうことを言ったので、これね、特別なことが起こるのかなっていうことを感じたのですね。そしてですね、ちょっとね、あれ、リバイバルが起こった印ってのあるかなと思って主に聞いてみたんですね。その時、ね、リバイバルが起こったらこうなるだろうっていうことがね、起こってたんですよ。それで、ね、認めない人はたくさんいるかもしれませんが、私はね、リバイバルが起こったって主が語られたっていうことを確信いたしました。ですね。で、もともと、いいですか？ね。リバイバル起こったって我々は信仰告白をしているので、それはね、同じところにいるじゃないかって言うかもしれませんが、しかしね、ちょっと違うんですね。それで、
今ね、ここに神様いらっしゃいますから、リバイバルが起こったっていうことをね、感謝して喜びたいと思います。そして、私の言うことが理解できない方は、信仰告白をしましたからね、その時の信仰告白をしてください。まだ分かんない人は、ハレルヤって言ってください。そしてですね、分かった方は、あるいは同じように受け取った方は、私と一緒にね、リバイバルが起こったって。そしてね、リバイバルが起こったっていう信仰告白をもうしてるから、一味違うやつね、一個付け加えてください。リバイバルが起こりましたってやってる時はちょっと飛ぶとか、リバイバルが起こりましたってやった時はちょっと踊ってみるとか、ね、まあ踊らなくてもいいですよ。ともかく神様に対する感謝とね、そしてね、喜びと賛美をね、表したいと思います。どうぞお立ちください。ユミノさん、導いてください。天の様、あなたがリバイバルを起こしてくださったことをありがとうございます。天の様、ありがとうございます。あなたがリバイバルを起こしてくださいました。感謝いたします。あなたの霊の働きが始まりました。ありがとうございます。あなたの御働きを感謝いたします。日本の霊の壁が打ち破られました。ありがとうございます。大いなる事柄が起こり始めました。感謝いたします。あなたの豊かな御働きと御栄光はなされました。ありがとうございます。たくさんの人たちが救われ始めました。感謝いたします。癒しが起こり、奇跡が起こりました。ありがとうございます。あなたの豊かな御業がなされてきたことをありがとうございます。あなたを喜びます。あなたの栄光を賛美いたします。感謝いたします。約束の成就をありがとうございます。あなたの御業を感謝します。感謝します。リバイバルのことと個人のことをね、一緒に喜んできたので、なんかちょっとパターンが並行してるんですよね。個人を作るのは不可能だということから始まりましたけど、土地を購入できたでしょ。でね、建物のお金が与えられてね、6月3日から建物建て始めたんですよ。見事ですよね、主はね。まあ、あと認可を受けることと、ね、県と国の認可を受けることとスタッフと子供、ね、でももう完全にね、こうできました。射程距離に入りましたよね。人間的でももうできるラインに入ってきてますよね。それをね、じゃあ杉沢さん導いていただいて、はい、天のお父様、本当にこの日本の用語辞典が完成しました。ありがとうございます。天のお父様、ありがとうございます。個人ができました。感謝いたします。あなたがそれを作られました。ありがとうございます。本当にこう不可能な顔を可能にしました。あなたが栄光を表されました。力を表されました。あなたの御業をなされたことを感謝します。あなたの御働きをありがとうございます。主を感謝いたします。ハレルヤ、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 ハレルヤ。どうぞ、お座りください。神様の働き方にね、ちょっと驚くのですよ。何が驚くのかって、先ほどオーケストラが出てたでしょ。日本の教会でオーケストラやってるのは大川先生のところと、峰野先生のところだと思いますよね。そしたら大川先生がね、もう日本でオーケストラの第一人者だと思いますが、驚いてました。この勢いにびっくりしてるって。で、オーケストラの働きの時に興味深いんですよね。何かっていうと、私たちが言葉を受けて、言葉に信頼する前は何も起こってない。ね。ちょっとした兆しさえ前。ところが皆さんね、私たちがその言葉に立って、住み始めた時に、何が起こりました？ね、フルオーケストラ50人でしょ。もう40人ぐらい来てますよ、皆さん。それで今週、招かれちゃって、演奏に行くんですよ。でその時にね、言葉が与えられる前と言葉が与えられ、そしてそこに信頼した後のその差ですよ、皆さん。それとともにね、作詞作曲の働きで1000曲以上の、曲が出てきてますね。でそれはどうしてできたのかって、いいですか皆さん。一曲もない時に、そしてね、我々にその能力があるかどうかわからない時に、主が作りなさいって言われた。
そして我々はその言葉を受け取って信じたんですよ、皆さん。そしたら皆さん、去年の応募作505曲ですよ。4曲かな。今年何曲来るかわからない。そしてたくさんの曲が出てきましたね。それは神が言葉を与えられて、我々が信頼して従った時に、技が起こったんですね。賛美隊だってそうですよ。それから、回線の働きだってそうですよね。で、皆さん期待しましょう。で、私は確信しております。5月20日。ね。この後突然何かが始まったわけでもないと思いますが、後になってみますとね、ああ、ここから大きな変化が起こり始めたってことをね、皆さんは必ず見るはずです。どうぞ主の手が見えますから、注意深く見といてください。それとともにですね、昨日ね、癒しが2つ報告されてきたんですね。で、どういう癒しが報告されてきたのかっていうと、一人はね、膀胱がんの方だったんですね。子宮がんって言ったら膀胱がんの間違いですって言われましたね。すいません、膀胱。そしてですね、それで転移しちゃってて、もうがんの手術ができないっていうことだったんですね。それでみんなで祈っていて、そして、まあ、抗がん剤治療。抗がん剤っていうのはがんを拡大させない薬ですよね。それをやっていて、そしたらね、ちょっとちっちゃくなったんですよ、がんが。それで手術をやったんですね。そしたら手術やったら、ね、びっくりした。ね、そこの、膀胱のがんは取れたんですがね、転移してるがんが一切なくなってた。感謝したいと思います。ありがとうございます。それと、もう一つはですね、肺がんと肝臓がんね、肺がんで肝臓に転移しちゃって、もう全身いっちゃってる人ですよね。それで、がん治療を受けたんですが、薬が、ちょっときつくて、もうやめちゃったんですって。そしてね、祈りだけで行ったって言ってましたね。そうしましたら、昨日かな、昨日の前、そのお医者さんに行って、確認をしましたがんのマーカーが一気に下がってたと、ね、そしてねお医者さんがね不思議なこともあるもんですねって言ってね、そしてそのがんだった人もお医者さんなんです。皆さん癒しが起こってきたんですよ。皆さんね、感謝したいというふうに思います。末期がんはね時々癒されますね、いろんながんが癒されますね。ただこう立て続けに来てるので、まあ、これから立て続けにそういう癒しが起こらないかなと、ね、こういうことも期待してるんですね。ただ非常に興味深いことが起こっております。何かというとね、主の住家に病人が集められてる、ね、で主の住家にいて体が悪くなっている方もいらっしゃると、これですね。それでちょっとね、不思議さんが、私の奥さんが昨日そういうことを言ってたんですね。でね、私ね喜んでるんです。何が喜んでるのかというと、神の大きな働きが起こる前に、皆さんそういうことが起こるんです。だって皆さん病人がいなければ癒されないでしょう。ね。今私たちはたくさんの癒しを見てます。で、もっと大きな癒しをこれから見ていきます。ね。ですから皆さん用意をしてください。それからね、そばに病人とか、あるいは病気の方々がいらっしゃる方々はですね、どうぞ皆さんね、癒される用意をしてください。いいですか？病気である、そういう筋道をずっと持っているってことはね、医学的にはそうかもしれませんが、それはそれとして癒される用意ですね。それから、器の人で病気の方はね、あと私、その中で立て上げられてきたんですよね。用意です。リバイバルの働きの備え、今神様に言われていることを悔い改めるべきことを整えるべきことを急いでくださいね。で、皆さんはねすごい大きなね栄光を担うことになります。それとともに統合失調症とか自閉症とかね、そういう病気の方々はね、癒されることだけを求めないで、その先にある神様の栄光を求めてください。すごい賜物をね表してね、今まで我々も癒しが起こってきて、その方々は単にそれが癒されたんではなくて、すごい賜物を表し始めてるのを見てるでしょ。ね。で、癒しはすごい大きな祝福ですけど、それを超えた技が起こります。で、皆さんね、リバイバルっていうのはそういうものなんですね。で、これはどんどん起こってきますのでね、皆さんね、奇跡になれない。
で今からね感謝しましょう、ね、いろんな奇跡が起こったことを感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。どうぞそのことをね覚えておいて、いただきたいというふうに思います。それとともにですね、時間がなくなっちゃった。明日からチェコに行ってきます。どうぞチェコのために、お祈りください。何にしに行くのかっていうと、もちろん宣教に行くんですけど、中心的なのは先ほど北島牧師がやってくださった予言の本が、チェコ語に翻訳されてね、出版されることになったんですね。それで、ありがたいことに、日本ではね、クリスチャン系の書物っていうのは、クリスチャン書店で売られるんですけど、チェコではね、クリスチャン人口すごい多いから、一般書店で売られるんですね。でそのために、行きます。で、どうぞ、皆さんもね、こちらが狙うのは予言の働きが広がることで誤解がなくなることですね。でチョコでその本が広がるように、ラジオでもね一度出ることになってます、うん、それとともにね、予言ではね、いろんな国々に広がっていくっていうね予告なんですね。ですから、どうぞそれが成就するようにということですね。で祈っていただきたいとこういうふうに思います。それとともにですね、ポーランド人の牧師の方が、我々の集会に加わってきます。そして話したいということでね、話すことになってます。で、そのポーランド人の牧師の娘さんが、アンデオク教会に、ね、2ヶ月ぐらい来る予定ですね。そして、このポーランド人の牧師の方は、ロシアのルートを持ってる。ロシア選挙をやってるんですね、ウクライナとかですね。そうしますとね、共有関係を持つと一気にロシアに対する宣教の働きが広がるってことになりますね。ですからね、どうぞそのためにお祈りください。でいろんな神の働きがこの中で表されていくということをね覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思います。で私たちはですね、イエス・キリストを信じるときに永遠の命が与えられます。で、皆さんは永遠の命が与えられています。まだ信じてない人はね、信じてください。永遠の命、罪のいる人。これは素晴らしいことなんですが、それとともにですね、聖霊様が私たちに与えられます。ですから、イエス様を信じている方々は永遠の命が与えられるとともに、聖霊様が皆さんの内側に与えられ、内住って言葉を使うんですね。内に住まわれる。内住されてるんですね。だから皆さんね、皆さんのうちに聖霊様は内住されているのです。誰一人例外なく内住されているんですね。もう感じるほどね、その聖霊様の感覚もある方もいますし、全然感じない人もいますよね。ただね、人によってちょっと差があるんですよね。それは何かっていうとね、私が小学校の時に脱脂粉乳っていうね、毒があったんですね。そしてですね、そのまずいこと、まずいこと、全然飲まされるわけですよ。ね。そしてみんな嫌がってた。ね。そしたらね、学校側で頭使って、ある朝発表したんですね。今日はココアが出ますって。で、その時ね、チョコレートがもう大事な時代でしたよね。貴重品、宝物みたいな時代だから、ってみんな大喜びでね、もう勉強なんてそっちのけで、お昼ご飯のココア、ココア、ココア、ココア待ってたの。そうしましたらですね、お昼ご飯が出てきたんですね。それを見たら脱脂粉乳なんですよ。あれ、ココアないじゃないかって。これはココアだって言うんだ、先生が。そしてね、よく見るとね、薄いチョコレート色がね、ちらーっとあるんですよ。でその脱脂粉乳にね、薄くね、ココアが入ってたんです。で、ココアの味しないんだよ。で、皆さんね、聖霊様はね、薄く臨在される人と、
ね、濃いコーヒーのようにね、こう降臨在する人がいる。この聖書の歌詞はね、そのことを言ってるんですね。じゃあね、どうしてそうなるのかということを言ってるんです。なんて言ってるのかというとね、神はイスラエルの賛美のうちに住まうと。で、皆さんね、神様を褒めたたいてみてください、ね、神様に栄光を期してみてください。感謝してみてくださいね。そうした時にどうなります？暖かくなるでしょう、ね、特別な思いが来ませんか？感動が来ませんか？なぜなら皆さんね、主は賛美のうちに住まわれるからです。そうしましたらね、皆さんね、逆やってみればいいです。皆さんね、心配は多いから心配してみてくださいね。神様の助けは遅いから、なんで神様助けないと、あの人だけ素晴らしいことがあって私だけこんな目に遭ってて、どうしてこういうことになるの、どうしてああいうことになるのって、もういっぱいあるから、何でも。で、皆さんね、そこにね、沈み込んでくださいね。だから神様にだって言いたいことあるでしょ、皆さん並べてください。皆さんでも並べますとね、どうなります？なんかあたかも神が遠くに離れたかのようにね、私の人生大丈夫かなとかね、不安とか、あるいはね、神様私を見捨てたんじゃないかとか、そう思うんじゃないですかね。皆さんね、賛美から離れるとね、神様は賛美のうちに住まうからね。もちろんね、皆さんが否定的なことを言っても、信仰なことを言っても、そういうことを言ったとしても神様はいらっしゃいます。薄く。で、賛美をするってことはですね、霊的なことなんです。で、特別な意味合いが持ちますね。そして皆さんね、賛美の御臨在があるときに、いいですか、技が起こっているんです。例えばヨシャパテがね、敵軍と立ち向かうとき、敵軍強すぎると、ね、でも神様は味方して勝利を与えてくださるって言ったから、一番最初に賛美隊を立てるんですよね。そしてね、賛美隊を立てて賛美をし始めるんですね。賛美をし始めたら敵軍破れたでしょ、何にもしないのに、ね、それからパウロとシラスが鎖につながれちゃってね、その時賛美したんです。獄中で賛美をしたら、その時地震が起こって鎖が外れちゃって鍵が閉じちゃったでしょ。具体的にね、皆さんね、主の御臨在のあるところに主の恵みがあるんです。だから私たちが主を称える、主を褒めたたえる、主を賛美するっていうのは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。ちょっと時間がないからお祈りしますね。はい。天の様、あなたの豊かな恵みを感謝します。お人よ人のうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。告白においてですね、不信仰があるゆえに主の働きを止めている方がいらっしゃいます。これは悔い改めて御言葉に沿った告白をちゃんとするように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。見通しのない方がいらっしゃるんですが、それは問題を中心に見るからです。これは神の約束を中心に見ていくように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。失ったことを非常に悔やんでいる方がいらっしゃいます。これは不信仰であって悔やためなければなりません。そしてそれを感謝し、主に従っていきなさい。すべては益となります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔やためのとこ、これもしたいと思います。それでは各々で癒しのためお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お人お人の稼働精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イエスキリストの皆よって病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆よって命ず、お人お人の稼働精神から病の霊を抑え。これイエスキリストの皆よって、お人お人の稼働精神命ず、癒されよ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 。下にちょっと出来物のある方がいらっしゃいました。これが癒されました。喉が悪い方が癒されました。また肩のところが痛い方が癒されました。
イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎにあふは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。はい、これで正解終わります。前の方で長老の方々が祈ってくださいます。ですから祈りの必要な方は前に行って長老に祈ってもらってください。